できない。もういい。慎太郎くんが押したのか。押しました。みんな、なんかどんな感じなんですか。脇位置とかなんかどんな感じですか。どうしたんですか。急に。どういうことなんですか。むちゃくちゃ重要なこと言わせてもらうとね、弁当見たで。おいおい。どこで。間違えた。メインっす。あ、僕エンジン側ですね。あるもん。そう。あっちの昇降機につながってる側。俺めっちゃ怪しくなってもうて。入れちゃったじゃないですか。プテさんと僕はキッチン脇やってるの気仙ってますよ、ね。アルパカがエンジン脇っす。アルパカ。デタンタロウがメイン脇。ハイブリ宿舎前なんですけど、金庫に2人入っていった。1人はゲンさんだと思う。で、もう1人がフジミヤゲン。フジミヤさんだと思います。で、私、フジミヤさんが先に出ていくのを見送る形で、宝石タスクの続きやって終わりました。で、僕、ミーティングに1人上がっていくのを確認して、それが誰かちょっと分かる。私。オッケー。私、最速で行って、奥のタスクやろうっつって、ボタンは新さんに押してもらって。はい。で、その後僕は、慎太郎君が見てる前で、ヌーン乗って、リフト見ていって、停電待機。でした。ミーティング人がいるのが分かったんで。うん、おもちさんはそのどこからどうベンドが見えたんですか？写真を入れてて、シャワー、除染のシャワーをやってる時に、もう本当キワキワやったんだけど、出たんか入ったんか分からんけど、ベンドが動いたんだけ見えた。ちなみに呼ばれる何秒前くらいですか？もう まさにみたいな感じ。まさに。でも出るとしたら行けるとこないと思うんで、入った方が自然かな。うん、多分入った。それこそ。弁当前で何かしてる人とかがいたら切ってやろうと思ってたんかなっていう。高田さんってエンジンからどこ行きました？僕左行って、高田さん多分こっち来てないと思うんですけど。あ、俺エレクトリカルに下ってます。ああ。勝ちをやりに行ってる職業。ごめんよ。キッチン脇誰って言いました？僕とオラフ君。思いますよ。あ、竹さん。そうだ、3人いたんだよね。そうそう。いや、僕はバーガー行ってるんで、キッチン側の弁当は使ってない。はいはい。まあ、僕が言ってる可能性はあるけどね。新様がメインからか、ボタンか、はい、うん、あ、ボタンに、あ、そうか、チョコレボタンです、うん、あ、そうだね、新様が絶対ないのか、弁当、うん、ない、新太郎くんはない、ないって言える、メインはキラキロンない、アルタカぶりぐらいですか。俺はだったら、竹さんもいける、うん、そうね、俺だったら入って出たかな。でもさ、なかなかまあ、キッチンメイン、メイン上は考えづらい。てめ、てめ弁当。てか、ヌーン乗ってて、あれを追う？うん。まあ、竹尾さんよりは。うんうん、誰も入ったやつ。あらまあ、でも容疑者一人、弁当容疑の人が削られましたね。やべ、アルブリしかいなくなっちゃったね。高田さんは初手赤い脇で、多分シャワー側に行ったような気しますね。シャワーには入ってきてない。あれ、あ、じゃあ、シャワーから出てくる剣士とすれ違ってます。僕エンジン脇でメインホールで、シャワーに入ってタオルタスクをやって、で停電の時に多分ね、アルマくんかな、はい、が見えてて、その後、ゲンさんとシャワールーム、メインホールで慎太郎くんとすれ違ってます。はい、うん、多分合ってますね。私シャワーでタオルタスクしてて、あの中っていうんですか、シャワーの真ん中の部分のあのゴミというか逆コンロジみたいなところも含めて、はい、停電終わってからうろうろしましたけど、お肉はなかったです、うん、あれハイブリさんは高田さんを見てるんですか？メインとシャワーの入るところで行き違いになってます。うんうん、メイン側に行ってるっていうことですね。メイン側に行ってます。多分ね、除染、うん、の方入ったんじゃないかなと思うけど、いや、除染にはいないと思う。俺がその除染に入ってからシャワーに行ってるんで、うん、あ、同じく除染には下はなかったんですけど、除染にその時は入ったと思う。ああ、そういうことか、うん、一応カメラ情報で、最後ミーティングに竹尾ラプテがいて、アーカイブにアルマさんがいるのを見て、はいはい、カメラついてるのは僕も見てます、うん、最後カメラついてるって言った、まあ、一応オラフ君はアーカイブからリフトで飛翔航機に来てます。はい、あ、左にね、証拠機左に来てます。うん、どうします、これ弁当はもうとりあえず置いといていいですか。弁当置いといていいんじゃないですか。うん、ありがとう、うん、で
多分メインから右側に行ってるっていう情報なら、展望デッキで藤宮くんが多分停電直してるんですけど、それを見たんで多分藤宮くんじゃないですよ。まあ序盤にメインだからどっかどこ行ったか分かんないから僕はより入ってる前提で言うならね、うん、でエレキにいても多分無理やと思う。あでもねエレキやったら勝ちだけやったって剣士が言ってるから、それこそエンジンルームとかの方に抜けてったんじゃないかなと思う。ああ、なるほどね。うん、あれも勝ちだけそのやりに行ったじゃなかった、発言的には。発言的に。時間的に終わってる。でも10秒だから無理。エンジン脇は絶対だから。で、僕より動き出しが遅かったから、10秒でエレキまで行って勝ちは絶対無理。うんうん、そうじゃん。これ容疑者本当にアーカイブ組を。絶対無理。誰になるんですか？結局弾ける人がそのアーカイブら辺にいる人で。あ、僕アーカイブに最後までいます。まあ、抜けてるっていう証言なら、アルオーラ剣とか弾ける。え、アルマハイブリって今回の容疑者でもある？僕は多分ハイブリさんと君様目線できついと思います。二、うん、人に上に行ってるの見られてる。わかる。僕は下側の人間はちょっとわかんないです。見てないから。ちょっと待って。これどうやって戦えばいいの？はい、めっちゃありがたい。はい、しときます、はい。原始点の情報だけちょっと出し切っておきます。タオル停電中に私慎太郎さんと一緒にアーカイブからシャワーに行くドアを開けて中入ったんですよ。はいはい、その時、高田さんとアルマさんがタオルタスクやってたのが見えたかな。合ってます。いや、ハイブリー高田さんはタオルタスクやってないと思う。アルマじゃない？ハイブリー。いや、僕タオルタスクやってないですよ。やってないですか？ハイブリーがタオルタスクをしててアルマさんもタオルタスクやったのかな。ハイブリさんがタオルをかき集めてるときに後ろからついてってタオルタスクの前についたところで僕が追い抜いて神様とすれ違ったって感じです。うん、あ、高田さんいなかったわ、失礼。え、オラフ君、死体位置はメイン付近で大丈夫ですか？メインらへんじゃないかみたいな。そうですよね。あ、まあまあ、メイン。皆さんでいいの？オラフ君ってアーカイブから入ったのを誰かに見られてる？それはゲンさんと慎太郎さんがラウンジアーカイブ館を扉開けてるところを僕は見て昇降機右に左に行ってるんで、うん、オッケーです。だから、うん、まあ、メインだったら弁当もあるかなと思って一応聞きました。あ、はい。藤見さんとおまわじさんってお互いに弾けるんでしたっけ？その僕停電後にキッチンでおまわじさんを上に上がっていくおまわじさんを見てるだけなんで弾けはしないです。エンジンまで来てたら分かんない。だから少なくとも展望デッキで直してる藤見君を見たっていうのが俺側の意見であって、多分僕が比較的白目に見てるっていうだけの状況ですね。ブリシンってどんな感じですか？なんか片方に白とかも出せない？ハイブリさんって僕とすれ違う前はどういう移動経路だっけ？シャワータオル集めタオル投入終わってからメインで慎太郎くんとすれ違いで最後どこまで行きました？女性のところだから最後死体が女性にないよっていうのは女性のとこ、うん、って言ってました。一応ボタンですね。僕ボタン、うん、で僕の後ろに武雄さんが昇降機左の方から来てたから、そしてで武雄さんはきつい。ごめん、ブリシンの方が先聞きたかった。あ、クムセハイブリさんは無理そうではある。というのも僕シャワー通過して除染でメインの配線やってからシャワーのタオルタスクで終わってるんですよね。だからそのハイブリさんと、あ、すいません、ハイブリさんとすれ違ってから7秒ぐらいでボタンが入ってるから、うん、高田さんを切ろうと思ったらなんか高田さんがずっとメインに留まり続けてることになるんで、左側エンジンくらいまで行ってそうって感じですよ。そう、エンジンぐらいまで行ってそうだから、うん、ハイブリさんは届かなさそう、僕目線で。俺視点剣士が除染を最初にやっているから、まあっていうのも情報出してるからね。あ、ま、難しい。俺視点の話だな、これは。まあでも長いはせんのじゃないかという読みですよね。うん、そうですね。僕は高田さん見てないから、うん、メインの右側の方では。いやー、次死体出そうだな。シャワーに高田さんがいないならメインでこそうっすね。これどう説明すればよかったんだ。あら、宿舎前の右側の扉のところで、サントスさん黄色が死んでました。あと藤宮も死体光ってて、ラウンジ上側でおそらくまあアルマですね。うわ、
なるほど。そっちはまあハイブリさんが濃厚かなと、うん、って今思ってます。あ、でも直前通ってはいるんですが、あ、ない、落ち死んでるんで。通ってはいるんですが、その後ね、アーカイブに結構人がいたと思っていて、でその後そのままシャワーまでオラフ君とは降りているので、俺から死んだとオラフ君も白が出せるけど、残りのアーカイブの人たちは結構容疑者位置だと思ってます。ブリーさんとオラフ君が下っていくのを僕見ましたとか、アーカイブにいて遅れて竹雄さんが下っていったのに、はい、なんで、ラウンジで死んでるんだ竹雄さん、僕はずっと、ま、円卓の本をまあ、触っては直しをしてたんで、うん、多分違うなって言います。 あと、貨物で湧いてるんですが、一番最初これアルマ君と金庫タスクをやって、先にアルマ君が抜けてた時に藤宮君が入ってきてるので、藤宮君からラウンジっていうのが正しければ俺が疑うのは分かるんだけど、俺自身は貨物に藤宮君とアルマ君を残してってるので、ちょっと、あんまりって感じかな、うん、藤宮君も容疑者1に俺の中では入ります。うん、弁当容疑はもうハイブリさんしか残ってないんで、とりあえずハイブリさんは釣るっていいと思います。うん、ちなみにハイブリさんって最終位置どこですか？最終位置セキュリティです。ですよね。はい、カメラ見ようと思います。そうなんですよ。私ちゃん、藤見さんと一緒にバイタル見に行って、2の2つのデータを確認されて、藤見さんが上から点で、私は左行こうと思って、うん、で、エレキ一通り右のセキュリティ入ったぐらいで終わって、そこにハイブリさんが終われて終わってます。結構長かったので、もしかしたら何か見えるかもと思ってセキュリティつけようとしましたが、つける瞬間にボタンでした。なので、何も見えてません。こ、うん、んだけ右で死にあるな、左の方が詰まりやすそうですか、これ。そうね。うん。右でおまわりの竹雄ハイブリとか無理ですよね、左は。左はまあ、わかんない。逆に言うと右の容疑はありやけど、一応慎太郎最終位置はキッチンだけど浮いてます。来ても浮いてます。発見ですね。多分ゲンさんだね。エレキで一回ゲンさんと勝ちのとこで重なったかな。拳が見えた。はい、それ以降合ってないわ。私もそれぐらいかな。最序盤にプテさんってタオルやりましたっけ、うん、オラフさんだったかな。タオルでまたかとお会いしました。やべ、ごめんなさい、俺は太鼓一応するからちょっと俺はやめてほしい。マジでごめんなさい。ボタン入れます。何も考えずにスキップ入れちゃった、はい、お願いします。ボタン、ちょっと待って、ちょっと待って、俺釣るつもりかよ。あら、マジか。まあ、おまおじさんはミーティング行って降りたんじゃない、うん、ね、で一応宿舎前の右にハイブリさんがいたんですけど、すれ違ってる、すれ違ってる、うん、エンジンから宿舎前のところですれ違って、直前もう一人すれ違ってる、ゲンさんやったかな。いえ、私つまり証拠機右担当です。エンジンには慎太郎がいました。誰がいました、ね、はい、まあ、ハイブリ慎太郎の順でエンジンを上に上がっていきました、うん、あ、そう、藤宮君と僕もおまおじさん見てますけど、だからほぼほぼハイブリスさんに見えてる僕目線。じゃあ俺の対抗位置は藤宮君か慎太郎君のどっちか。藤宮君ではないと思う。いや、藤宮君は多分僕目線無理です、ほぼ。あ、じゃあ俺の対抗位置慎太郎君かな。いや、私も昨日スキップ入れちゃってすいません。いやマジでごめんなさい。教えてもらっていいですか。僕、僕ハイブリは入れてます。僕はハイブリさんに投票してます。で、ゲームハイブリ。あ、これ俺スキップだったかもしれない。ごめん。俺じゃなくて、その右側が結構俺容疑者位置がそれこそおまおじくんもいたので、左側で詰まる人なんだと思ってたから、また次のターンかなって思っちゃってたからスキップ入れてます。これ番組見てほしくってごめんね。おまおじさんが死んだってことはおまおじさんの弁当情報が本当だったってことじゃないですか、ね、そうです。で、アレマくんも死んでて高田さんも死んでるから、もうハイブリさんしか残ってないっていうのと、まあ、あとさっきの切りも考えて考慮してほしいかな。そうだね、うん、さっきの サントスさんだっけ、うん、ラウンジ太郎さんってさ、ラウンジ側はアルマ、ラウンジ側がアルマさんで、これがハイブリさんの子、中野アルマキルがハイブリさんで、うん、まあでもこれ3人外残ってそうなので結構つらいです、ね、じゃあハイブリさんジャッカルで色とかだったらもう負けなんですけど、うん、まあ、だから正直慎太郎も全然人外を追ってます。いや絶対慎太郎もあるかなと思ってるので、普通にまあ俺の弁当は俺ごめん否定しようがないので何とも言えない、うん、俺慎太郎君に見られた状態でヌーン乗ってるから、もしかしたらその後慎太郎君が宿舎前から入ってる可能性もあるし、俺はもう停電待機だから場所的には否定はできないんだけどっていうぐらいかな。ちなみにハイブリさんがジャッカルなら今のこのキルはしないでしょうけどね。
うん、それは同意見です、僕も。だからインポスターの方があると思ってる。うん、え、でもさ、なんだっけ、シャワーで、高田さんが死んだときに、慎太郎、ハイブリさんに死ろって言ったよね。あ、そう、だから、うん、高田さん切れば俺、ハイブリさんではないと思ってる。ああ。別の人っていうか、むしろ俺はハイブリさんの容疑しかないんだけど。俺の容疑って、初手のおまじくのペントが消えちゃない、うん、あ、お願いします。僕は、まあ、ゲンさんとか慎太郎くんは結構怪しい、うん、だと思います。死ね、死んだのもこれは。もうこれどうしたらいいの？すぐボタンを押させてやろう。え、もうこれはもうどうしようも。どうしようもないよね。もうあの慎太郎のボケだけはもう。ほんまマジで。ずっと言うさ。ちなみにさ、ケンシってさ、弁当入ったの、うん、俺弁当入った。なんで俺もう。なんでやねん。弁当入って見られちゃう。内部です。いぶってりたいっすね、誰か。まあ、釣るなら慎太郎かなって思うけど。うん、あんま釣られたくはないけどしょうがないな、うん、僕も慎太郎かな。まあでも北橋さんもまあセリフは OK、ね、シェリフです。今慎太郎殺そうと思って動いてた。ちょっとこの段階でのシェリフあんま信用ならないんだよ、まあ、まあ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 いいですよ。一応藤宮が貨物で停電直してバイタル直行した時にはすでに、2人とも死んでました。でバイタルで、原産を一応死にしてます。だからこれは要するに、まあ、皆さん目線でハイブリさんのインポスターってほぼほぼ決めてもらえますよね。そうですね、それはアルマキルの方で、そうそう、初手ベントとアルマ君キルと、あと僕目線はおもちさんもハイブリさんが切ってることになってるんですよね。はいはい、だから、サントスさんとか高田さんを切った人が残ってるから、その容疑者を洗ってほしいかな、うん、僕は釣りは飲めないです、基本的には。サントスさんキルの方は宿舎前らへんだという話だったから、で、3発見なので、はい、まあ、基本左が容疑者と。その時できない人は竹尾、オラフ、オマオジとからへんは右にいたんですよ。うん、で藤宮くんもまあなんか右側貨物脇ダンジー貨物で停電直してる、うん、弦から言うとちょっと逆に臭いんですが、はい、藤宮さん視点から弦はやりにくいはずです。そう、まあ感覚的には宿舎だと遠いかなという印象はありますけど、うん、私はハイブリさんが最後責任いてめっちゃ大移動してますねって話を出しました。高田さん、まあ、投票してないのはシャワーからメインに行かれたっていうハイブリさんの情報で、慎太郎さんがメインの左からシャワーに行き直してるってことなんで、うん、メインの左で切ってるとかあると思うんですよね。あれまで言ってないけどそれを証明しようがないからな。まあ基本的に僕のタイプ、ごめん、本当に大丈夫なんですか？僕のタイプになるから。ん？あ、多分ね、竹尾さんとかオラフ君まで追えないです、これ。オラタケはもう大丈夫なんですよね。勝てない。だったら私は全然いけます。一応、マオジさんからの死に情報があるので。うん、そうですね。だから僕はもう、プテハシさんぐらいしか対抗が上げれないかな。その藤宮君目線、ゲンさんが無理っていうのをどこまで信じるかによるんだけど。ちなみに、ゲンさんに関しては、サントスさんキルは僕視点もまあまあ無理だよ。あってから、プテハシさんがサントスさん切ってるっていうのが俺の最終主張。厚みはちゃんと評価されて慎太郎に入れるね、僕は。なるほど。慎太郎くんに入れます。はい、じゃあ僕も合わせます。ごめんなさい、サントスさん切るオラフタケオは結構厳しめなんだよね。無理、サントスさん無理です。アーカイブシャワーでマオジさんから死人があるから、マオジさんからの死人だよね。オッケーオッケーオッケー、はい、でこさっきの機能証拠を左直した僕なんで、僕ジャッカルですけど一人しか殺してません。あ、で多分これ下手したら終わります。インポスター切ったかもしれない。僕は藤宮君を狙います。バカ、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 聞いて、はい、絶望やったの。あ、高田さん。ほんで、俺弁当入ってへんし。ワンちゃん。あ、入ってないな。あ、高田さんですか、じゃあ弁当。俺だよ。あれ、これ。なるほどね。とんでもないことやっちゃったな、俺。